本編の前に、カケツムブラザーズは現在チャンネル登録者数1000人を目指してるよ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。どうもこんにちは、かけつむブラザーズのかけるです。そしてつむぐです。はい、ちょっと久しぶりの自社です、うん、ということで今回はちょっとカンタどうした、はいどうぞ。このドラえもんガムで15点、ドラえもんガムだよね、ドラえもんのガムで15点、当たりみたいなのが紙にあって、それを15点集めたらもらえるこの秘密カプセルを今回開けていこうと思います。イエーイ、12段です。はい、ということで早速開けていきましょう。やっていきましょう。はい、ということで開けます。よし、いった。よし、これバイス倒しておいて、倒しておいていいかな、倒しておいていいかな、ちょっと。開けますか。いきます。つむが見た、はい、あ、ちょっと待って、なんかある、なんかまずなんかあるから、これを見よう、これを見よう。まずこれは、ね、これハッピーニューイヤー秘密カプセル、スペシャルキーカードだ。これで、秘密カプセルを開けることができますって書いてある。どういうこと？鍵だ。なんかいろいろある。そしたらじゃあ出します。ちょっと開けて、それ開けといて、開けてあげたり、かっこいい、出しますよ、出しますよ、出す、行きます、行きます、ちょっと待ってください。ドラえもん、ちょこれだけです。ドラえもんドラえもんとこれがまず入ってました。ちょっと待って、ここ見てください、待ってください、ちょっと待って、ピント合わせ、ここですね、ここにこれを刺すそうです。これを刺すと開くらしい、これをここにブスって刺すと開くらしい。じゃあちょっと待ってね、開けるからこっち向きに刺してほしい、はい、カメラ向きにね、よろしく。でね、これね、貯金箱にもなるらしいよ。だからちょっとカメラに映せる、ここ見せるよ、映ってるよ、ある程度合わせて、はい、いきます。あ、よしよし、はい、じゃあ刺してください。もう刺さってました。これでいいらしいですか。もう刺さってました。これでどこが開くんですか。ちょっと待ってくださいね。足が開くんですか。ちょっと刺しといてください。オッケー。もっと刺さるらしいですよ。本当。グッド。あ、それ。ちょっと、開きますか。どこが。開きました。ドラえもん、ちょっと待って。ドラえもん。ちょっと出していきます。ちょっと私。ドラえもんの体内からまず、ちょっと待ってくださいね。ただん。あ、ありました。1個目ありました。ただん。何ですか？円盤飛ばし。円盤飛ばし。開けずに一回出そう。はい、円盤飛ばしと次に。お前。円盤飛ばし。ありました。取れました。シールです。プクプクシール。プクプクシール。そしてプクプクシール。ドラえもん。そして。のび太くん、黄色じゃない。ドラえもんのケース、ポーチみたいな、ミニポーチみたいなやつ、ミニポーチ、ガムケースと書いてあります。ガム。あと、ガムを入れるんだよ。うん。あと、なんかスクイーズ、あのアンキパンのスクイーズです。アンキパンスクイーズ、ちょっと並べよう。並べて。で最後、マスキングテープ。しかも秘密カプセルって書いてある。これ全部非売品だそうで、ちょっとドラえもんさん、ちょっと大丈夫ですか？
90。はい、これが入ってました。ちょっとスクイーズから開けていきましょう。ちょっと待ってください、早いです。ちょっと一回 見せましょう、見せましょう。見せたいよ、つまぶ。違います、ここに置きましょう、一度。早いです。はい、一回ストップ、一回ストップしましょう。一回ちょっとこう手を引きましょう。手を引きましょう。甘えないでください。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。落ち着け、斜めになってるんだ。落ち着け、落ち着け、大丈夫か。全部思ってる。落ち着け、大丈夫か。ということで、甘えていきましょう。大丈夫か、こいつは魔王だ。怖い。マフが。よし。じゃあ開けていきましょう。はい、出したやつからこれから開けていこうか。開けてください、どうぞ。で交互に開けましょう。へてえなおい。じゃあちょっとカメラ向きにどうぞ。こうつまんでください。グッド。うわ。ぷくぷくシール開けます。貼りたい。貼らないで。早いよ。じゃじゃん、こんな感じの、なんかあの柔らかい、ぷにぷにしてるシールだ、はい、いっぱいあるよ。店に行って、店に行って一回。ドラえもん、ちょっとじゃそっちじゃないだろ、そっちじゃないだろ。向き違うだろ。はい、こんな感じです。昔だったもん、これ。ちょ、見えてないよ、あれだ。黄色くない、服が黄色くない。はい、これはこれです。これはこれです。そして次、これそれです。はい、トゥーおトゥートゥー。はい、じゃじゃーん、ポーチ。これね、多分ね、輝けるここをこうやって、黄金の最強ゲーマー、開きます。ハイパー無敵エグゼ、なんか古代家みたいにできそう、うん、で次これですね。かけるわけ、これです。パニブリとあった、アンキパンスクイーズ、スクイーズ。あ、すごい、ちょっと待って、ちょっと待って、パンダ。なんかね、もちもちしてるよ。パンダ、アンキパン食べたら計算とかを暗記できるですね。はい、そして最後これです。どうぞ開けてください。マスキングテープ、ついにそのままの方がいいかもね。できた、こんな感じです。ドラえもん、のび太くんとマスキングテープって書いてあるね。こっちの秘密カプセル、こちらのドラえもんね。でこんな感じでドラえもんのキャラクターがいっぱい載ってます。明治、ロッテ。違う会社です。明治は、明治違う会社です。はい、こんな感じかな。もう一回並べよう。はい、トールスゲーム仮面ライダー。これさ、普通になんか貯金箱だから、ここに穴がある。で、貯金箱をこうやって、はい、仮面ライダー貯金箱です。足がない。はい、ということで今回はこれぐらいにしておきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。誰か、なんか謎キャラクター出てきたぞ。